ねえ、二人は調味料のさしすせそって知ってる？なんじゃ突然。もちろん常識として知っているぞ。さは砂糖、しは塩、すはそのままです、せは醤油、そは味噌じゃな。これって料理の時に入れる順番になってるんだよね。じゃあ次のさしすせそで相手を気持ちよくさせる相づちのさしすせそがあるんだけど、知ってるかな？へえ、セニョールってそんなことまで知っているの、さすがだね。で、さしすせそのさって何なの？今、うろこくんが言ったさすがだねがさしすせそのさなんだ。知らなかった。で、次のしは何なの？今うらこくんが言った知らなかったがさしすせそのしなんだ。わあ、偶然。でもセニョール、この相づちのさしすせそってすごいね。で、次のすは何なのかな？今言ったすごいねがさしすせそのすだよ。でも博士、こんなにいろんなことを知っているセニョールってセンスがいいよね。で、セニョール、さしすせそのせは何かな？せは今言ったセンスがいいよねだよ。そうなんだ。で、セニョール、さしすせその最後のそって何なのかな？もう、うらこくん絶対知ってるでしょ。その通り、さしすせそ最後のそはそうなんだだよ。うらこくんひどいな。知ってて僕をからかってたんでしょ。もうさっさと今日の質問コーナー始めよう。はい、では気を取り直して質問を読ませていただきます。まずは前橋市にお住まいの K さんです。平成28年式のフォレスター NA に乗っています。エンジンオイル交換について何かアドバイスがあれば教えてくださいです。はい、 K さんありがとうございます。ご質問のエンジンオイルですが、まず一番のポイントは最適な交換時期に交換を行うっていうことですの。取扱説明書では1年1万キロとなっておりますが、大切なお車のことを考えると6ヶ月5000キロがおすすめですの。それとエンジンオイルの種類はどれを選択すればいいですか？はい、何でも知っているセニョール。うらこくん、もうやめて。はい、では僕がお答えします。 K さんお乗りのフォレスターですが、工場出荷時のオイルはスバルの 0W20 のエコオイルとなります。このオイルはスバル専用に開発され、燃費重視、アイドリングストップ車に最適なオイルとなります。でもスバル純正オイルにもいろいろな種類があるよね。その他のオイルはどうなの？さらにワンランク上のフィーリングを体感できるプレミアムオイルをぜひ一度体感してもらいたいですね。スバルレプレイヤードゼロは 100% 化学合成オイルで、燃費と走行フィーリングを高次元で両立された優れものですよ。富士スバルのお店ではご来店時点検と同時にプレミアムエンジンオイルを指定すると特別料金で交換できるんだよね。せっかくの機会なので今度はぜひプレミアムオイルを試してもらいたいもんじゃな。あとは1万キロメートルごとのオイルフィルターの交換も忘れずにだよね。 K さん、ご質問ありがとうございました。では次です。太田市にお住まいの T さんからの質問です。私は現在インプレッサに乗っています。タイヤ交換の時期なのですが、いろいろあって迷っています。何を選べばよいのでしょうかです。確かにいろいろな銘柄があり迷ってしまいますが、今まで使っていたタイヤに対して何が不満なのかを店頭スタッフに伝えてください。そこからある程度の絞り込みはできると思いますよ。そうじゃな、今のタイヤに対してもう少し乗り心地が良いもの、もう少し静かなもの、もう少し持ちが良いもの、もう少しスポーティーに走れるものなど、しっかり希望を伝えることが大切なんじゃな。確かに金額は大切だけど、自分が満足するタイヤを選びたいよね。最近の新車ってハイスペックなタイヤが標準装着されているので、その点も考えたいよね。そこは大切なポイントじゃな。雪道性能をポイントに置いたスタッドレスタイヤに履き替えた時に
最初は若干の違和感を感じることもあると思うが、夏タイヤでも標準装着よりパフォーマンスの落ちるタイヤでは同じことを感じるかもしれんな。その点も考慮し、あとは絞り込まれたタイヤの中で自分の好み、好きな銘柄を選べばいいかと思いますよ。 T さん、参考になりましたか？ T さん、ご質問ありがとうございました。これからも随時ご質問はお受けしておりますので、プレゼント応募のメールやはがきの片隅にご記入をしていただけると嬉しいですね。そうじゃな、これからもよろしくお願いいたします。ではまた次の機会にお会いしましょう。進行は皆様の間でうらこ、回答はドクタースだと、すごくセンスの良いセニョールでした。うらこくん、もうやめて。次回はセニョールより会話上手のタチツテとをご紹介していただきます。絶対にしません。